ごきげんよう、シライムです。引っ越して何ヶ月か経ちましたけど、逆にほどきが終わっておりません、この部屋。そして今日はですね、ショル君来てくれております。今日は何を、AI がイラストを描いてくれるサービスってご存知ですか？はい、例えば文章で、桜吹雪の中にいる茶色いポメラニアンみたいなのを、テキストで描いたら、その絵を AI が自動で描いてくれるんですよね。あ、これ？そうです、そうです、それです。こん、え、もう、何これ、写真みたいじゃん。え、すごっ。いや、本当なんか精度高くて、先日1週間ぐらい前ですかね、そのありえないシチュエーションっていうのを白井さんにコミュニティ投稿していただいていたじゃないですか。ああ、はいはいはい。あれを、今日はくじで引いて、でその絵を AI に描いてもらったらどんなになるのかっていうのを検証していきます。なるほど、はい、ということでくじをじゃあ作っていただいたんですよね。はい、下にあるのでビニール袋ってちょっと雑な、え、なんなら透けてるからねこれね、はい、ちょっとはい、まずはどこで、あ、山の頂上で、いいですね、これはいけるでしょ。山頂で、はい、あ、猫が、あ、猫と白井雄介が餅つきをした。っていうか白井雄介なんて出てくるわけないじゃん。固有名詞はさすがにね、どうなるんだろう。できました、できました、はい、こちらです。どう誰よこいつ、腕3本あるぞ、怖っ。え、しかも猫いないし、山頂はクリアしてますね。なんかピザ作ろうとしてます、完全に、ね、ピザみたいなの作ろうとしてます。面白いですね、不思議。じゃあちょっとどんどんこの話やっていきましょうか。そうですね、続いてなんかうまくハマったら、綺麗な絵が見られるんじゃないかなと思いますけど、トイレで、あ、いや、トイレは一人じゃないの、あ、一人だ、あ、一人だ、一人だから、今回はトイレで誰かが大阪のおばあちゃん大阪のおばあちゃんってわかるかな、漫才した、いや、合ってるよ、後ろの二つは合ってるよ、こわ、なにこれ、ぜひ見させてください。え、うわ、怖っ壁に描いてあるこの絵何、トイレ感ありますけど、若いな、おばちゃんっていうほどでもないかもしれないですね。一人だからこの壁の絵の人と一緒に漫才してるみたいなことなのかな。続きまして、あ、駅前で、白井雄介、白井雄介多いな、白井雄介とイルカ、白井雄介とイルカがミュージカルをした、フラッシュモブ的なことなのかな、駅前でね。おっと、なんだなんだこれは、怖いですね、嫌な予感だあ、駅前感とミュージカル感、ミュージカル感ありますね。イルカどこ行った、男性のシャツの色でごまかしてない、イルカ、イルカ感無理やりここで出してない、そっちがイルカなんですこっちイルカだとしたらもう女性側が俺になるけどね、なんか人間がやっぱ難しいでしょうね。ちょっと一人でやってみましょう、次、あ、いいよ、サハラ砂漠で、白井雄介多い、いや白井雄介しかいないのね、このおたれボックスに。名刺交換した、名刺交換は無理、無理だと思う、難しい単語が、サハラ砂漠はもうめちゃくちゃちゃんと書いてくれると思う、うん、そうですね、うん、問題はもう白井雄介をどう処理するんですね、急に男前出てきたんだけど、予想外なことが起きますね、サハラ砂漠ないです、名刺の方を拾ってます、この部屋そっちに、そっちに行きました、僕の名刺をもらった人が撮った写真みたいな感じなんですよ。めちゃくちゃ男前じゃないですか、この白井雄介。砂漠感は、砂漠感だから、この名刺のこの色で出してるんでしょうね。宇宙空間で、あ、いいよ、だから俺しか、いや、もう俺以外にも入ってるんだよ。ウサギのぬいぐるみ、なぜ急に、
ちなみにユウスケとウサギのぬいぐるみは宇宙空間で天体観測をした宇宙空間で天体観測してる。いやいや、もうそこがもう天体なのよ。うわ、こわ、一体化しちゃってますね、ぬいぐるみと俺が。もう手がドラえもんみたいになって、こわ。宇宙空間ではないですね。単語が多くありすぎるとなんか どっかに偏っちゃうのかもしれないですね。あ、確かもっとシンプルな方がいいんだ。丸々な丸々みたいな他の方がもしかしたら、どうなんだろうな。あ、ホテルでドラッグクイーンキスをした。あー、これいい絵になりそう、うんうん、いい絵になりそう。うん、まあ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 、確かにドラッグクイーンっぽいですけど、それにを足で寝てる。まあ確かに、まあ言い方によっちゃホテル感もあり、まあドラッグクイーン感もありますね。女性感はあるんで、いやちょっとまだだな、これこれっていうの見たいよ。バズる絵を見たいよ。魔界で、うわ、魔界、魔界とかあるかな。お、中村雄一さん、魔界、魔界で、なんか急に魔界で中村雄一さんがロシアンルーレットをした。ちょっと中村さんがどんな人物として AI が判断するのか。腕3本あんだよな、こういうとも。なんだろうな、なんだろう、これ魔界ではないですよね。魔界ではないですね。中村さんかもちょっとあんまないな。人物難しいですね、やっぱ人ってなると。難しいですね。どこで置いとこうか。はい、で誰が何をしたいかやってみましょう。はい、あ、斉藤さん出たぞ。シラムチャンネル御用達、閉じ込められた、いいじゃん、うん、閉じ込められた斉藤相馬、これは見たい。でも AI テイスト変わりすぎじゃない？斉藤相馬感はなくはないんですよ、うん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 、シュールアニメ、ショートアニメあるんですね、はい、閉じ込められた斉藤さんみたいな。はい、そうです。2号の方がやっぱいいのかもしれない。インド像、あ、インド像いけんじゃない？抱き合ったインド像。待て、インド像が抱き合うとこうなるの。フュージョン的なこと。何か深い意味が隠れてるのかもしれないですね。急にイラストになってきましたね。ですね。ちょっと戻してみよう。どこでを入れて、海で。三代目ジェイソウルブラザーズ。え？人いっぱいいるよ。腕相撲をしてそうだけど。確かにしてそうだけど。想像的に、うん、してそうだけど、なんかやっぱこうなると写真っぽくなるんだな。遠くないですよ。あ、本当ですか。はい、期待大です、ね、こちらです。ああ、確かに、ね、穴がち遠くない、ね、穴がち遠くないですよね。一人腕相撲してるんでしょうね、きっと。こうやってそうですね。三代目ジェイソウルブラザーズ感あります。ありますね、いそうですね。ブーメランってだいぶ攻めてますけどね。ちょっともう一回2号に戻ってみよう。はい、あ、梅原雄一郎が相撲した。いやいや、相撲2つも入っちゃってる。腕相撲からの相撲する梅原雄一郎ですから、梅原雄一郎の屋台が見れるってことですよ。めちゃくちゃ怒られそう。お、これ大丈夫か、これ言って。これ大丈夫か、 YouTube、 これ隠してもらおうか。ここは相撲をそう捉えたのかって感じです。ああ、はいはいはい、レスリングって捉えたんですね。ですね、うん、乳首出ちゃってんだよ。なぜかそこだけ。なんで そこを隠すべきなのに、そこをピックアップしちゃってんの。いや、でも顔は近いです、これ。梅ちゃんっぽさ、こんな体してんだ梅ちゃんって。いや、違います。AI のイメージ。あ、そうです、はい、これが一番積もったわ。ずっとでも遊びちゃいますね。そうです、これやったな、うんうんうん、数々の名画がね、今日ね、生まれましたんで。
うちの実家の額縁に入れてね、あの電話入れていきたいと思います。ぜひ皆様やってみてください。どうもありがとうございました。